サンジョバンニロトンドはイタリア共和国プリア州ホッチャー県にある人口約2万7千人の基礎自治体。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り、カトリック教会のカプチン会の主催であったピオ神父の街としても知られ、世界中から巡礼者、一般の観光客が訪れる。市内には多くの教会建築があり、観光の見どころにもなっている。 また、サンジョバンニ・ロトンド氏は、モンテ・サンタンジェロと共に、ガルガーの国立公園の一部を構成しており、都会の喧騒から離れ美しい自然を楽しむことができる。農業が盛ん。1900年代中頃までは、市の経済は農業で成り立っていたが、1956年5月に、カーザ・ソリエボ・デラ・ソフレガというイタリア有数の大型の病院ができ、 また、宗教巡礼者や一般観光客の増加により、現在は95%が第三次産業によるものである。また、プーリア州全体として農業が盛んな地域であり、オリーブ農園やワイン農家のほか、トマト栽培が有名な地域としても知られている。2013年7月28日、同地のピオ神父巡礼協会を訪れた人々の乗ったバスが、 ナポリ近郊で転落する事故が発生した。ありがとうございます。